皆さんこんにちは、ケンです。ケンです。はい、今日はナイトライドについてちょっとお話ししたいと思います。なんでこの動画撮ろうかって思ったかって言いますと、我々普段会社員ですので、その休みの日以外っていうのは、夜か朝早くかに乗るしかない。そして、今の時期夏のことですね。夏になるともう昼間とかってめっちゃ暑いじゃないですか。だからもう朝早く起きて走るか、夜ナイトライド、その朝早くの暗い時もナイトライドってちょっと呼ばせていただくんですけど、なのでちょっとナイトライドは僕たち結構しておりまして、今日はそのどんな装備で走ってるかっていうのと、ナイトライドするとどういういいことがあるかっていうのをちょっとご説明したいと思います。はい、はい、で自転車の装備ですね。まず今日は、私の方はちょっとトレックで走ってるんですけども、装備を簡単にご紹介したいと思います。で普段フロントライトは1個、こういったまだちょっと日が沈みきってない状況のナイトライドの時の装備になるんですけども、これですね、ボントレガーのイオン1300って言って、そのボントレガーの中ではもうマックス光量、ちょっと前立ってみ、1300ルーメンの、結構自転車のライトとしては明るい分類のライトを使ってます。本当は私のと比べると全然もうこれは明るすぎるぐらいで、むしろ、田舎道とか走るときに1300で、このボタンを押すことによって光量がちょっと弱くなったり、あとはこういう風にフラッシュだったり、これが1300だから今もっと明るくなったでしょう、でここからちょっと立ててね、ここから、こういう風に街乗りの時はここまで落として、さらに明るいとこだとここまで落としてと、3段階でフラッシュで、これはめちゃくちゃ明るい、ものを愛用してます。で後ろはちょっと私後ろの方なんですけど、テールライトつけてます。でテールライトは基本2個つけてます。まずフラッシュを焚いてるのが1個と、常についてるやつで、これ道路交通法でいくと、自転車って軽車両っていう分類に当たるんだけども、これだけ、このフラッシュだけをつけてるとダメです。走っちゃダメです。じゃなくて、こっちだけ常時点灯してるものか、もしくは常時点灯してるものプラスこの光ってるもの、だから光ってるものだけは絶対ダメです。普段こっちだけか、めっちゃ暗いとか走るときはこの2つ合わせて使ってます。でマミちゃんの方はね、キャットアイのボルト400で、私そのクロスバイクの初心者が揃えるものの動画でも言ってるんですけど、400ルーメンあれば基本いいと思ってるんですよ。明るさはで、で理由はで理由なんやけどね、理由なんだけど、決して明るければ、対向車、路面は当然すごい、その乗ってる側としては見えるんだわ。1300ルーメンの方がこの400ルーメンの明るさより見える。だけれども対向車からしたら1300ルーメンってもう、自動車でいうとハイビームを食らってるような感じなんだわ、私の経験上の話になるんですけど。ですので決して明るければ視認性がアップするかっていうとそういうわけじゃなくて、僕はその対向車が来た時とか、歩行者があちらから来た時は1300ルーメンだと相手方にすごい迷惑というか、明るすぎてね、なっちゃうから、その時はボタンを押して今みたいに光量ルーメンを落としてます。だから気をつけてほしいんですけど、1300ルーメンとかこう光量多いやつを常につけておくと、当然電池の減りも早いし、
決して視認性がアップするかっていうと、私の経験上、まあ、自分も受けてなんだけどね、決してそういうわけではないと。で、今の説明の通りマミの方は1個しかついてないんで、まあ、こういったものねをつけてます。キャットアイですね、これは。エアロシートポストにもつけれるタイプで、まあ我々はこういった装備で走ってると。で、もっと夜がっつり走りたいっていう時は、まあ参考までに、まあ今ここに貼っときますね、別撮りの映像貼っとくんですけど、ヘルメットにつける、ヘルメットマウント、ヘルメットにライトをつけれる製品もあります。今映しときますね、動画で。ここで横にこういったライトもあります。これをす、これをすると自分が向いてる方向にもライトを照らしてくれるから、自分が見やすいね、すごい見やすくなると。だからこういったライトもあるし、もっと言うと服装を明るいものにすると、蛍光色の色にものにするとか、あとはジレ、なんかそのなんだろう、反射する、よく工事現場の人がつけてるようなベスト、反射ベストをつけたり、まあ足首とか右腕の方につけた方がいい、右腕の方に、左側走行だからつけた方がいいと思うんですけど、まあそういった足首とかにつける反射材ですね、足首とかにつける反射材をつけるといいと思います。夜走るメリットっていうのは、こういう風に景色が、いつもより景色が違って見える、こういう風にね、ライトアップされてたりするからね。そう、が味わえたり、まあ時間帯によってはすごい静か。ああ、静かやな。あ、でも田舎ならではかもしれんけど。まあそうだね。でも都会の人だったら街中車少なくなってすごい走りやすかったりとかね。そうか。あとはでもデメリットとかもすごい多くて、障害物とかね、下に落ちてても、一瞬の判断で見つけなあかんというか。っていうのがあるんで、初心者の方とかは普段走り慣れている、いつも走ってる道を最初にナイトライトレビューをしてほしいと思ってます。なるほど。いきなり全く知らない土地でナイトライドをすると、まあ路面がどういう状況かもわからないし、危険ですので、基本昼間走るよりは危険だと思ってます、なので走り慣れた道からナイトライドに挑戦してみてはいかがでしょうか。はい。